どうも平井博明です。いきなりですが、逆をやっちゃってませんかシリーズをやっていきたいと思います。今回は右脇です。右脇締めてゴルフスイングしてませんか？締めろって言われたことあります？それをですね、できれば今日からやらないようにしていただきたいんです。平井博明のワンアップゴルフ。まず右脇をスイング中に締めるとどういうことが起こってしまうかというのをちょっと一つ一つ解説していきたいと思いますけども、まず普通にアドレスをします。フェースまっすぐです。まっすぐで右脇だけ締めますよ。ほーら、フェース開きましたね。これがすごい、まず最大のポイントかもしれない。これがですね、右に行く原因の一つになります。あとはですね、手まっすぐ前伸ばします。右脇締めますよ。下がりましたね。スイング中どういうことかというと、こうなりますね。クラブが寝ます。寝たらもちろん先と同様右に飛んでいきます。これ右行く要素2つも現時点で入りましたね。今度今と同じ原理で右脇締めると右サイドがこうやってぐっと下がりましたね。下がって左骨盤が少し浮いて、要は体の体重移動をしようなんて思ってる方が同時に右脇を締めたら、アイアンで手がこうやって浮いてシャンク出ますってなると、もうミスショットの要素がたっぷり入った原因がもう3つこの時点で出ました。できれば右肘というのはこういうふうに動かしていただきたいというちょっと動作をやっていきたいと思いますが、まずアドレスをした時に右肘と右脇腹のこの隙間ありますよね。この隙間をできればスイング中キープしていただきたいんです。上げる時からちょっとゆっくり振ってみますよ。上げてトップ作ります。したらアドレスと同じこの、まあちょっとパーにしたぐらいの感覚が、肘と体の間にあるんですが、この間をインパクトまでキープ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 、そうすると空いてますね。この感覚ってめちゃくちゃ大事なんですよ。ここが閉まったらクラブってこうやってこう振り遅れてクラブが溜まっちゃうんで、インパクトの時にヘッドがインパクトで間に合わないんですね。戻ってきづらいので、これがですねすごくミスショットにつながりやすいので、スイング中に右脇をグッとこういう風に締めるというのはかなり危険な行為ですよということを認識して打っていただいた方がいいと思います。全てが全てその右脇を締めることが良くないですよって言ってるわけではないんですけども、ミスショットがすごく出やすいですよということがすごく伝えたくてこの動画撮ってます。アプローチとかパターなんか繊細なショットほどこうやってつけて打つ人ってほとんどいないと思うんですよ。だいたいこう何かこう書き物する時も、何かさっと物を取る時も右脇を締めてこうやって取りに行ったりとか、こうやって書いたりすることってほとんどないと思うんですよ。繊細な動きほどガバッと大きい形で構えて何かをしてあげた方が、何がいいって動きやすいんですよ。動きやすいので、何か締め付けて動作をすることの方が動きづらいと僕は思うんです。なのでできれば数々のパーツをこう締めて止めちゃうというよりは、なんとなく緩く構えてリラックスしたある程度の間隔、隙間を取りながらアドレスをしてあげて、右肘と体の間隔をキープしてあげて、打ってあげる。そうするとスイングもこう滑らかにこうスッと振ってあげられるようなショットが打ちやすくなります。で、右脇を
締めて打つ方、多分フェードボールって出づらいと思うんですよ。クラブがインサイドから来やすくなりますので、ちょっとまあドライバーで言うとワンタッチとかですね、一回地面にこうクラブが擦りながらボールに当たるとかですね、あとアイアンだとちょっとこう噛みながら当たりやすくなったりとかですね、インパクトの音があまり良くなかったり鈍い音がしたりとかですね、そういうことが起きやすいです。パンと左にボールが曲がってしまうような球が出やすくなりますので、本当にそこだけは注意していただいて、右肘のまあ締め方ですね、どうしても締め感が欲しいよっていうんであれば、こういう向きで締めてください。こういう向きじゃなくてこういう向きですね。こういう向きでこうやって締めるんだったらまだいいです。ただこっち向きでこうやって引くようにこうやって締めると、もうクラブフェースがオープンのまま返ってきやすいので、右に行く確率というのは相当高くなるので、本当に何回も言いますけども、そこだけは気をつけて、ぜひぜひ右脇動画なんかで撮っていただいてチェックしてみた方がいいと思います。ですね、右脇を締めるというのは、その僕もその小さい頃確かにそのまあ父親とかにこう右脇こう締めて打てって言われたことはあるんですけども、理由という理由は言われたことないんですよ。で、あの確かにそのそうしなさいと言われてやってきたことなんですが、僕の経験談で言いますと、その右脇を締めることで強烈なフックボールしか打てなかったんです。その要は戦えるような試合で通用するような球っていうのはなかなか打てなかったんですが、まあ、アメリカに行ったのがきっかけで、あのその右脇の使い方を直されたんです。で、本当に自分のスイングとしては上げてこういう風に使ってインサイドからもこうやって煽り上げるような感じのスイングをしてました。だから本当に強烈なフックボールだったんですけども、まあ、向こうの先生に、おいヒロ、お前フックボールはあのギャラリーは湧くぞと、ただお金は湧かねえぞと言われて直されました。で、フックボールを打ってた時っていうのは自分自身もすごく調子が良くて60代とか連発して出てましたけども、右脇を今後のゴルフ人生のために直して一回70代80代すら出ないかなというような感じ、まあ、90代出る時もありましたし、まあ、本当に80代しか出ない時が、結構続きました。まあ、ほぼほぼ毎日ゴルフはやってたんで修正は効いたんですけども、それでも半年ぐらい60代ばっかり出てた人が80代90代しか出なくなりました。でもそのやってることを信じ続けて、右脇が締まることによって出るミスショットの方が多いんだということが自分で気づき始めて、その今やってる右脇を開けることに対しての自信が出てきて続けられるこうきっかけとなったっていうことなんですけども、そうすると今どうなったかというと、自画自賛するわけじゃないですけども、すごくいいフェードボールが打てるようになりました。でゴルフが楽になりました。で調子が悪い時がほぼほぼなくなりました。もうこの3つはもう明らかに変わったところです。でフックボールっていうのはクラブが触れてないとうまく当たらないんです。でもフェードボールっていうのはある程度体が回転できてたりクラブがポンって降りてくればある程度それなりの形の球って打てるんです。なのでぜひぜひあのこういう経験談とかもすごくあってですね、自信を持ってこうどうですかというふうに言ってやっていきたいことが結構多いんです。なので今回のその右脇一つにしてもぜひ試していただいて、必ず右脇を締めるいい球のご褒美よりも右脇が空いてる時のご褒美の方が多いっていうのは確実だと思います。なのでぜひぜひ今締めろよと言われてやっている方、右脇を締めてやっている方はもう参考までにでいいんで右脇をなるべく振り開けといてあげて打ってみることもちょっとトライしてみてもらいたいですね。なのであのこういったですね、逆をやってませんか、本当はこうなのになと思うことをですね、いろいろこれから載せていきたいと思いますので、そちらもぜひぜひ見ていただければと思います。では今回の動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。